愛した。愛したした。はい。復活かな。もうすいません。もうほんまにもうこういうのがストレスになりますよね。本当に。申し訳ないです。今、この部屋の、YouTube 部屋のネット回線がどないなっとんやっていうので、電気屋さんに連絡したらしいです。これでいけるかな。どうでしょうか。見れました、見れました。もうごめんね。もうめっちゃ嫌ですよね、こういうのって。もうママたち、ただでさえね、日々頑張って、こう、ちょっとリラックスしようと思って見に来てくれてるところに、こうやって切れたりとか、こんなん繰り返されたら、もうこういうのが地味にこうストレスになって溜まっていって、もう、あーってなりますもんね。よくわかります。もう本当に申し訳ないなと思います。いけるかな、今の止まったの、なんかこんな感じで止まっていい感じでしたね。まあ、この辺も狙ってますよ。あ、よかった、いけてるね、いけてるね、はい、いけてますね、はい、皆さんのコメントも届きますね、よかったよかった、もう、はい、まあそんなことですね。何喋ろうかな。まあだからその引退のし時をね、そう考えてるんですよ。ほんまにいつまでもいつまでもこんな、私がみんなを助けんねんみたいなことを言うててもね、あかんなと思うから、痛くなる前にスッとこの世の中から引退みたいな、かっこええことをやってやるみたいな思ってるんですけどね。でもなんかね、野望としてはですね、私ね、まあ、マークはこの世界を知ってるんですよ。本当に若い頃いろんな国に会社を作ったりとかして、まあ、海外生活自体をしたわけではないけども、しょっちゅうしょっちゅう出張でいろんな海外飛び歩いてっていう世界を知ってる人なんで、そのマークから言いますと、私はちっちゃいと言うて日本しか知らんやんかってね、言われて、確かにそうなんですよね。だから、まあ私は日本人のママさんたちを助けたいなっていうのがあるから、まあ、今のスタイルでも全然構わないと思ってるんですけどね。ただ、なんかその、もっと広いいろんな文化とか宗教とか、いろんなそういう世界を見ると、その、ひさこの価値観がまたすごい引き出しがブワーって広がって大きくなるから、ぜひひさこに世界を見せたいと。マークが言ってくれてるんですね。見せたいよ。うん、って考えるとね、その私が、まあ、10年後58歳、まあ、60歳、その辺から以降っていうのは、まあね、そこまでにも社会とか資金を貯めていかないといけないんですけど、いろいろ海外っていうものもちょっとね、見れるような、そういうゆとりができていって、そういう価値観を入れることによって、また何か次にできる仕事がね、幅がすごく広がったりもするんかなとか思って、で、その60歳で12年後なんですけど、12年後ってなると、ねねちゃんがもう10 13歳とかになるんだな、中1とかになってくるんですよ、一番末っ子がね。ってなったら、もう今の中学生のココちゃんとかななちゃんのもう大人やし、もうすずに至ってはもう30過ぎのおばはんやんみたいななってくるから、ねねが中6年生とか中1になった時って、私それなりに外、日本の外出れるような、うん、そこをこうフォローしてくれる子供たちいっぱいおるよな、うわー子だくさんでよかったそんなこともね思ったりもしています。うん、で、そう、でもね、ねねちゃんで子供終わりやって思ったら、それで、そういうなんかビジョンがあるんですよ。でもね、自分の中で、まだ、もう、笑かしますよね。こんな、老害の話をしたりですよ。で、引退の話、もう若い子についていけへんかも、みたいな話をしている傍ら、自分の中でその相反する思いがあって、13人目。まだ、諦めてません。どないやねんって。久子さんはどっちに向いてるわけみたいな思うんですけどね。まあ、どっちの気持ちも本当なんですよ。嘘はなくてね。で、この間、5月になぜ、その仕事オーバーワークっていうのと、もうすごい、で、去年の9月ぐらいに一回動画が炎上したんですよね。で、その炎上した時も、私もすごいこう発言の重大性とか、自分のもたらす社会への影響力とか、そういうものをすっごく考える機会をいただいて、で、それまではね、YouTube、楽しく何でもしたことが思ったこと、何でも出していいよって言われたから、何も考えてなくて、YouTube もあんまり知らんかったから、
あ、もう何喋ってもいいや、みたいな。思ってること喋っていいんやったら喋るの得意やから、一句何本でも撮れるよ、みたいなんで。すごい時なんかも、1日10本以上の動画をね、撮影できてたりとかしてたんですよ。でも、今は、いろいろこう、ほんま2年ぐらい YouTube ずっとやってきてね、やっぱ学習してるんで、いや、それではあかんなと。当時まだチャンネル登録がね、1万人とか言うてた時代と、今のこのチャンネル登録者数が40万人を超えて、41万人を超えてるっていう、この今の私の状況っていうのを一緒に考えたらあかんなっていうのも、すごくこう、襟が立たされる思いになっていて、だから昔みたいに思ったこと、はいはい、カカカカって喋って終わりみたいな、そういう動画ではなくって、今やっぱり、明日何撮ろうかな、頭の中で考えて、どういうふうに落とし込んでいこうかな、で、どういう方向から話を持っていって、最後どうオチをつけようかな、とか。でもこの表現すると、こういう立場の人が傷つくかもしれんから、その人たちの気持ちにも寄り添わなあかんから、この表現はまずいよな。じゃあこっちから持ってくる話題はあかんから、こっち側から持ってくるか。いや、でもそれやと、私本来の、このちょっと、こう直球投げる毒舌っていう久子の持ち味が全部消されてしまうよなとかね、いろんなことを考えるようになって、でもそれは私がいろんな学習をして YouTube を知っていって、これは私の何やろ、成長だと思うんですよ。だからそんなふうなことをいろいろ気づけるようになった。だけどでもそれと同時に YouTube 撮影しだして1年半ぐらい経った時に、ある日突然そうやっていろんなことを考え始めたら喋れなくなっちゃったんですね。もうどこからどう持っていっていいか分からへん。下手なことしたら炎上する、炎上したら私弱っちゃろいんでめっちゃ傷つく、もう自分壊れる、それは避けなあかん。でも避けてなんか柔らかい話したら私じゃなくなる、どうすんのみたいな、もうね喋れなくなったんですよね。なんかそんな時期をこう経てね、でまあいろいろこう模索しながらやってる中で、今、やってるね、動画はね、まあ、基本自分の思いっていうのをバーンってこう直球でやっぱり出してるんですけど、ただ、その前みたいに何も考えて、今日何喋ろう、今から何喋ろう、じゃこれ、みたいな、そういうんじゃなくて、一応まあ、前日にね、明日何喋ろうかなっていうのを頭の中でこう考えてから撮るようにっていう、その準備をしたする時間っていうのを自分の中でこう作るようにしたんですね。あと、ブログ。ブログはもうね、23年間私実は続けてて、みんなこれ、動画見てくださってる方々、私の、ブログね、好きやってて読んでくださってる方もいらっしゃると思うんですけど。手上げてもらって、読んでる人。読んでる人、手上げて。ああ、ありがとうございます。わかる、見えんわ。はい。ブログはね、コメント見たらいい。ああ、こっち見たらいいのか。はい。読んでる人。読んでくれ、ブログ読んでくれてる人。そうか。あ、見てます。はい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 。そうかそうかそうか。そうだね。このコメント見たらいい。ありがとうございます。ね、ブログはですね、ほんま23年間続けてて、実はね、1本のブログを書くのに、毎日平均3時間。ちょっと気合い入れて書くやつは5時間ぐらいかけて、実はブログ1本1本書いてるんです。で、文字数も、過去、最初やってた20年以上前は、もっともっと短かったんですけど、だん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 長くなっていって、今1本のブログ、3000文字から5000文字ぐらいあるんかな。それぐらいのものを、これ毎日、出してたんですね。で、書くのが大好きで、私。もう、言葉の魔術師です。自分で言うなっていう話。でも、やっぱ文章にすると、こう書いて、あ、これちょっと表現あかんなって思ったら、これに変わる言葉ないかなってなったら、私、類似時期に聞きます。で、これ、自分の思いにぴったりのワードっていうのを、あ、これやわっていうのを出してきて、そこに入れ込んだりとか、で、文章、これはこっちに持ってきて、これはこっちやなとか、で、あ、これはちょっとまずい、ここ削除やなとかっていうのを、まあ3時間から5時間かけて一本一本をね、すごい作ってるから、私のブログは自分の中では、私の思い、私のメッセージ、伝えたいメッセージの 100%、120% がそのブログの中には、毎日のそのテーマの中に、全部組み込まれてて、まあ言うたら、パーフェクトな出来なものが出てるんですよ。それぐらい、すっごいブログは心を入れてます。喋りは、もうその時喋って、あ、あれ言うの忘れたとか、あの表現ちょっとまずかったとか、そういうのやっぱりトークはね、なるんですけど。ん？マスク
マスクもいらん。ダメですよ、マスクは。濃厚接触者だし、感染者いる中でマスクは取れません。今、感染陽性者の人と同じ部屋でライブやってるんで、マスクは取れません。すいません。私、感染したくないんで。うん。はい。まあ、そんなんでね、ブログすごい気合を入れて書いてるから、私としては、動画もいいんですけど、ブログ読んでもらったら、ちさ子さんの伝えたいことっていうのが集約されてるんですよ、そこに。ぜひ、ブログは読んでいただきたいっていうのがあって、あ、また切れた？ん？大丈夫、大丈夫。読んでいただきたいというのがあってね。で、毎日それを更新してたら、それもめっちゃ無理があったんですよ。次の日の動画を何撮るかっていうのを考える時間が必要で、さらにブログもやって、で、日々の診察があって、で、家族のこととか家のことっていうのがあって、もう完全オーバーワークやったんですね。で、4月5月、それでもいっぱいいっぱいなんで、こう雑誌、ね、雑誌だわ、本の出版とかもあって、これの執筆とかもあって、もうなんかいろいろ、もうこれ以上働いたら死ぬやんか、みたいなぐらいなっとって、ほんでもうちょっとメンタルやられてもって、ほんでもう精神科行こうと思って精神科行ったんですね。ほんで、ちょっとこう、リラックスをするっていうお薬を、人生初精神科行ってもらってきて、で、まあ内服しながら、でも仕事がもうオーバーワークやから、とにかくやっぱね、ライフバランス大事なんでね。で、話し合って、ちょっとブログは、ちさ子の、思いがめっちゃあって、もうこれ回数を減らすっていうのはものすごい私の中でも勇気がいるっていうかストレスやったんですけど、やっぱ健康あってこその仕事やしっていうのでね。ほんで、もう毎日、平日毎日やったブログを週3回に減らそうっていうのをスタッフみんなで話し合って決めたんです。自分の中では週3回、あ、くそ、これ毎日やってたやつ負けたくないみたいなあったんですけど、でもそれを週3回に減らさせてもらって、今、月曜日と水曜日と金曜日に更新させてもらってるんですけど、まあそんな風にして、こう仕事をね、セーブかけたら、あっという間に元気になっちゃって、で、更年期障害も来てるのかな、このなんかこう、仕事に対しての意欲の、なんか、ああ、頑張らなあかんな、うん、っていうようなね、よし、やったろみたいな、そういうのが、ちょっとこう、なくなってて、それが更年期障害なんかな、48やし、そこにもつなげてなんかチーンってなってたんですけど、結局オーバーワークが原因やんっていうことが分かりましたよ。はい。だからね、ライフバランスをちょっと整えることで、ほんまめっちゃ元気になりましたし。で、まあ、ついでやからね、まあ、年齢的にはほんま更年期なんですよ。平均が、日本人の、平均平均が50歳、50.3 歳なんですね。で、そこからマイナス5歳。で、プラス5歳。だから45歳から55歳ぐらいの、この10年間を更年期っていうの、50歳で、閉経を真ん中にしてね。ただ、閉経っていうのはすごい個人差があって、早い人は40代の前半でもう閉経する。ってなったらもう35歳ぐらいから更年期に入ってくるわけですよ。早いですよね。うん。で、遅い人は60歳近くまでまた月経があったりするんですよ。ってなったら、閉経を真ん中にして、マイナス5歳、プラス5歳だから、もう、例えば59歳で閉経する人やったら、更年期入るの54歳。まあ、私の年齢でまだまだ先やんっていうことになるんですよね。でもこれ個人差あるから、じゃあいつ更年期なよってもう分からないんですけど、閉経っていうのは、生理がもう、あ、来ないな、になってから12ヶ月、1年間その無月経があって、初めてその1年前に遡って、ここが閉経だったねって、後で分かるっていうのは、高温期になってから排卵日ここやったんやって、後から分かるみたいな、一緒ですよね。はい、そんな感じで、後で1年後に、1年前が閉経やったんやっていうのが分かるので、私が今48歳で、更年期かどうかっていうのはまあ分からないんですけど、ただその更年期に伴う症状っていうのがいろいろ、やる気の低下とか集中力のなさとか、まあ関節痛が来たり、疲れやすい、寝られへん、ご飯があんまり食べられへん、で、頭痛がする、めまいがする、動悸がする、ね、そういうなんか、こう生きてた中でのこう不快症状みたいなもんですね。そういうのが出てきたら全部それ、更年期症状って言うんですけど。でもそんなんさ、別に更年期関係なく、20代でもさ、なんか今日疲れやすいな、最近とか。ね。なんか頭痛がするなとか、最近肩こるなとかあるじゃないですか、普通に。でもなんか更年期やからっていう話でもないよなって思うねんけど、この48歳がそういう症状が出てくると、これ全部、更年期障害なんかの。で、自分の中でね、つなげてしまうというね、なんかね、いいんか悪いんかみたいなことが、まああって。でもまあ、いわゆる、一般的に語られるような更年期症状っていうのは私、今のところまあないんですね。まあ、例を挙げるならば、
ホットフラッシュって言って、こう何もしない時にいきなりブワーッと汗、発汗がこう止まらなくなるっていうようなね、そういう症状が起きたりとか、あとは急にむっちゃ冬の寒い日やのに、ブワーってこの上、ここから上がのぼせてきて、真っ赤になって、熱々熱々熱々、ほてって、のぼせてっていうような、そういう症状が来たりとか、まあ、そうなんがね、すごい更年期症状としてはすごく分かりやすいかなと思うんですけど、そんなん別に何にもないんですよね。今のところ感じてなくて。で、生理もちゃんと、だいたい27日から29日周期ぐらいで、きれいに毎月来てるんですよ。来てるけど、でも排卵してるんかな、もう48やしな、排卵自体してないかもしれへんな、とか思ってるんですけど、思ってたんですよね。でもそんなんもね、いい機会やからね、13人目もね、諦めてないからね。どないやねん。そう。ほんで、ま、精神科に初めて行ってきたのもあるし、ま、更年期っていうので、この、ね、せっかく更年期が来てるわけだから、それも発信していきたいからね、40代のママたちのために。って思ったから、ちょっと婦人科も行って、今の私の自分のこの体の状況っていうのをちゃんと見てもらって、これも発信したいなと思って、婦人科も行ってきたんですよ。この間。産婦人科。ほんで、エコーとかもやってもらって、だいたいいつも妊娠してることが多いから、妊娠中のエコーはよくやってもらうけど、妊娠してない状態でのエコーってのも久しぶりやなと思いながら内視台上がって、で、内視してもらって、ほんで、エコーでね、卵巣の状態と子宮の状態を見てもらったんですよ。ほんなら、もう自分の中ではね、まあ、48歳、更年期であることは間違いないとは多分思うから、きっと卵巣ももうね、少しこう萎縮してちっちゃくなってきて、で、子宮も、こう、しっかりあったやつが、ちょっと萎縮してきて、もう、ね、老年期に向かっていくよっていう、ね、お役、もう、ご苦労さんでしたっていう感じの卵巣と子宮に、ね、生殖器が変化していってる所見が見られるのかなって思いながら、結構こうやって見てたんですよ、こうやってね。ほんなら、なんか、私から見ても、あれなんか子宮綺麗やな。みたいな、なんかしっかりしてるな、みたいな感じに映っていて、で、先生なんて言うんかなって言ったら、ん?綺麗だねって言われて、もうね、子宮の内膜の厚みを測ってもらってるんですけど、で、ちょうど行ったのが、婦人科行ったのが、もし排卵してたとしたら、排卵後、3日目ぐらいの状況の中で、婦人科に行ったんですけどね。で、まあ先生が内膜測ってくれて、12ミリあるね、内膜が。結構しっかりしてるねって言われて、これね、妊娠が可能な子宮の内膜の状態って、排卵後の子宮内膜が8ミリあれば、そのふかふかになってる子宮の内膜に受精卵がね、着床できるんですよ。8ミリっていうのが一つの基準なのね。それよりペラペラニュースがあったら妊娠難しいんですけどね。それが12ミリもあったということで。これ、で、排卵後なんだよねって言うから、もう排卵してたとしたら3日目ぐらいですかねって言ったら、12ミリもあるから、これ妊娠か、まだ可能だけどね、13人目考えてるのって言われて、マジかって思って、もうきっと萎縮してちっちゃなってんやろうなって言われるのかなって言われたらショックやろうけど受け止めなあかんなって、事実を受け止めてちゃんと年齢をね、いつまでもね、悪い意味での分かりづける意味ではなくて、ちゃんと受け止めて、ね、授業していかなあかんなって思ってたから、ね、もう13人目は無理だよって言われるに違いないなって、それはそれでこうね、心気持ちをこう切り替えていこうよしって思いながら、振り返ったのに、先生が、これ13人目、できなくはない状態だよね、今のところね。まだなんかちゃんと機能してそうだねっていう、いらんことを言ってくれたもんやから、まだ、ありか13人目みたいな。いや、更年期障害かもしれへんって、婦人科行ったのに。そんなんで、なんか、嬉しい半分、どうすんねんみたいな、混乱させられてしまったというね、そんなことがあってね。ほんで、まあ、自分の中では、その、ホルモンとかもね、こう、女性ホルモンがもう減ってきてるんやったらね、ホルモン補充療法って言って、その、女性ホルモンを補ってあげることで、体調を整えながら、閉経を迎えていくっていうような治療法であったりとか、あとは、漢方。漢方でその体調を整えていってあげるって、自律神経を整えていってあげるっていうような、そういう治療が更年期症状、更年期障害のね、ちなみに更年期症状っていうのは、このいろんな更年期に現れてくる症状を言います。で、更年期障害、よく言われる更年期障害っていうのは、その症状がむっちゃ悪化してきて、もう日常生活に支障をきたす状況ってなったら、その症状が障害っていう名前に変わるんですね。でよく更年期障害って言うけど、更年期障害まで至る人っていうのはそこまでいなくて、更年期症状が出る人はたくさんいるんだけど、障害になったら治療が適用になってくるよっていう風になるんですよ。
ってなったら私別に更年期症状自体も単なる仕事のオーバーワークでしのばっただけやんっていうのが分かって、症状自体も別にないよなってなって、で先生と喋っててもまだだから漢方もいらないだろうし、ホルモン補充療法とかも子宮の中見ても綺麗に頑張ってはるからまだ何もいらないねみたいな感じで、そうですか言って、ほんでまあ帰ってきたんですけどもね。まあこれから先私50超えてきてとかなってきたら、ほんまにね、絶対これ女性である限り、生きてる限り、私たちが思春期っていうのを乗り越えて大人になったように、更年期っていうのも生きてる限り必ず経験するわけだから、これ全員が経験するわけだから、うん、そこにどういう変化が出てくるのかなっていう辺まではね、やっぱちゃんとこの動画で発信しながら、ほんまに引退の日を迎えたいなっていうねのもありますね。はい、そんなことをね考えて、はい、この5月6月はいたんですけどもね。スタッフさんなんでマスクしてるんですかっていうのを、いやだから説明する、さっき入った人、はい、もう一回説明しますね。マスクをしてる理由はですね、今週の月曜日にマークがコロナの陽性になりました。で、私は今超濃厚接触者です。毎日マークに抱きついて寝てるんで、同じベッドで、はい、もう超濃厚接触者です。で、マークが陰性だ、陽性出てから、今日で月曜日から火水木金土5日経ってるんですけど、潜伏期っていうのがオミクロン株はだいたい3日から5日なんです。で、現時点私は何の症状も出てないので今のところ大丈夫だけど、でもこっから数日でもしかしたら発症するかもしれないし、はい、でもなぜマークもまだ発症から1週間弱なので、ウイルスを排出するっていうのはだいたい7日から発症から7日から10日ぐらいで、ウイルスの排出がなくなって感染力がなくなるっていうふうに言われてるから、現時点私今マークと今撮影やってんねんけど、ね、コロナの陽性者と同じ部屋でこれ仕事やってんのに、マスクせへんかったやばいでしょだから今日は外せませんすいませんね、はい、そういう理由です。で、子供たちもみんな元気ですよ。マークもコロナ陽性になったけど、結局7度2分ぐらいの微熱が出て、ちょっと咳が出ているっていうぐらいの症状で、PCR 検査を受けに行ったんですね。で、結局熱は、まあ、ワクチン受けてるっていうのもあるんですけど、熱は結局半日で下がって、今日なんかでも咳してないもんな。してないな。うん、めちゃくちゃ軽く済んだのでね、本当にご心配かけて申し訳ないなと思うんですけど、全然大丈夫です、元気です。うわ、陽性者来た、怖。ご心配をおかけして失礼します。申し訳ございません。僕は元気です。失礼いたします。2メートル2メートルソーシャルディスタンスねえ、まあでもね、なるべく隔離、なるべく近づくなんて言うけどね、この大家族でね、家の中にみんなでおったら、ね、そんなわけにもいかんしね、うん、で発症する2日前からもう、ね、ウイルス出てるから、ね、分かってからは、発症してからは家の中でもみんなマスクしてるんですけど、その2日前もうウイルスバー出てる時からは何も知らんから、家の中でマスクもちろんしてなかったから、もうね、切ってもらってるやろ、もらってるやろし、でもしかしたら無症状のままで、ね、まあ、PCR ちょこちょこ受けてるから、多分陰性だと思うんですけど、でも分かんないですからね、もしかしたら無症状のままで陽性になってるかもしれへんから、とか考えたら、もうなんせとにかく、今はもうマスクはもう絶対外せないというような、はい、状況になっておりますよ。はい、そうなんで、もう、社内でもね、男前。あれいや、マークさん男前ですけどね、62歳には見えないですけどね。でもこうやって大家族の中でほら、やっぱり発症するのはやっぱりコロナになるのは一等症になるのマークやん、やっぱりなって。いや、体弱いよな、やっぱ。弱くはないで、普通なんやろな。普通、私が強すぎるんだ。普通よりも強いと思う。私が強すぎる。自分は別格や、変人。ほんまに私病気せえへんもんな。うん。うつらない。感染しない。なんなんじゃん。何の抗体持ってるんでしょうね、私。うん、すごい。かわへんけど。うん、まあ、でもそんなん言うてて油断してたらね、えらい目に遭うからね、うん、油断したらあかんからね、ちゃんとやっぱりしなあかんことはね、こうやってね、しないといけないなと思ってるんですけどね。そうです。もう子供たちも今だから、もう学校行ってない歴1週間ですよ。まだ来週も1週間行けないですよ。もうほんまに。どうすんねんって。まあ、小学生たちまだいいけどさ、一番問題の中3よ。コボちゃん、受験生やし。ほんで、もうすぐ期末テストなんですよ。6月末に。この期末テストの直前に2週間も授業受けられへんって。うわ、マジでこれどうすんのみたいな。
感じで、で先生に頼んで、ちょっと教室に置いてる教科書とか全部持って帰ってきてって言って、持って帰ってきてもらって、で、持って帰っても安心してるんですよね。いやいや、持って帰るだけじゃなくて、やりや勉強っていうね、感じなんですけど、ね、やっぱりもう受験生の中3とかね、そんな子たちが、これコロナの問題っていうのになって、もう2週間学校行けないとかっていうのは、これも致命的やなと思いますね。でもまあみんなね、同じその状況の中で今一生懸命ね、子供たちもやってるから、うちだけではないしね。だからごちゃごちゃ文句言うたところでね、どないにも なりませんからね。これも頑張って、前向きにやっていくしかないかなと思いますけどね。うん。そうなんですよ。だからもうコロナ中の久子さんちの様子がめっちゃ気になるって、あやたにようさん、うん、ね、おっしゃってますけども。もうだから、毎日の動画撮影ができ、できてないですよ。この一週間できてないですよ。やっぱり。で、まあ子供たちもいるからね、子供たちの時間も撮ってあげたいなっていうのもあるから、撮影やるからコント見てとか、静かにしとってとかっていうのもなんかちゃうなと思うから、もう、休もうみたいな、そんな感じで。でもこうやってライブやってますけどね、私もストレス溜まってくるんでね、喋らへんかともやってるへんし、でも、もう聞いてやみんなみたいな、そんな感じなんで、ライブやってますけどね。はい。でも、ねねちゃんも、ねねちゃん元気なんで、保育園でも行けないでしょ。で、私たちもだから外じゃ連れて行ってあげるということが今、濃厚接触者と感染者だから、できないんで、家の中缶詰なんで、ねねちゃんもめっちゃ機嫌悪いですね。もうなんか、ブイ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 怒ってますね。でも、大歳1歳7ヶ月、いやいやきやしね。わ、噂をしたら来た。なんかもう大変ですけどね。でもまあ、こうやって子供たちとべったりね、2週間家で過ごすっていうのも、なかなかある機会でもないんでね、これも楽しまな損やなと思って。はい。今日もこれライブ終わったら、今からチーズケーキ作ろうかなと思ってますよ。子供と一緒に、はい、チーズケーキ作って、うん、それからまた昼から、助産院のウェブ相談いっぱいあるんでね、まあ、それやろうかなみたいな。うん。もうねほんま、しゃあないね。うん、しゃあないですわ。そう。で、まあ、みんな家におるっていうのも大変なんですけどね。もう PCR 受けに行くのが、ねねちゃん1歳7ヶ月、ね、PCR 検査って唾液をこうペペペペってしながら溜めて、それで PCR 検査なんだけど、1歳児にね、口の中で唾液溜めてペッてして、って、うん、わかったってならないんだよ。できひん、まず PCR が。ほんで唾液を溜める PCR を、どうやってやんねんって言うと、なんかスポイド買ってきて、口の中突っ込んで、もう一滴ずつ、ちょっとずつ唾液を溜めていって、集めるらしくて。ほんで、近所の人が1歳児で、1歳と0歳で、コロナかかった人がいて、どうやって PCR 受けたんって言ったら、2時間かかったさ、って言われた。無理みたいな。そう、ほんで、なんか、でもなんかね、鼻の粘膜とかで検査できるやつ、キットもあったりとかするやん、とかって。でも、いろいろ調べたんですけど、PCR の検査会場の人に聞いたら、いや、1歳児もみんな、その唾液を溜めるっていうので、保護者の方々みんな頑張ってやってくださってて、それでみんな検査できてますよって言うけど、せやんって。そんなんってなったんですけど、でも PCR 行ったら結局用事用キットありますよって言われて、ほら、あるやんかみたいな。で、なんかね、棒状になってる出し麺みたいなのを、下にこう入れて、で、そこに唾液を含ませて検査するっていう用事用のキットがあって、まあ、それでねねちゃんはできたんですけど、とはいえ、それでももう検査号泣、もうギャン泣きでしたけどね。はい、もうだから、ね、ちっちゃい子いたら PCR 検査をね、この、しょっちゅうも受けないといけない。それだけでも結構もう親もう、はーんってなりますからね。経験者いらっしゃると思うんですけどね。うん、だからもうほんまちっちゃい子いる皆さんも、本当に気をつけてあげてほしいなと思います。で、鼻に突っ込まれてグリグリされてましたよ、ヒロミさんね。うん。鼻の粘膜ってあれ、痛いんですよ、あれは。ものすごく痛いんですよ。それもなんかね、0、1歳、かわいそうやなっていうのあるからね。まあ、極力やっぱ PCR 検査を受けなくていい状況であるのがね、一番まあベストやろうなと思いますしね。そう、痛いんですよ、白熊さん。そうなんですよ。うんね。ほんまに、どうしてもこんだけね、長くなってきたら、なんかもうマスクも外したいなって、まあ、こうね、政府も、小学校とかでも登校の時に体育の時間はマスクは外しなさいっていうね、通達を出して、それで熱中症のリスクの方が大きいからっていうことでね、言われてたりもするんですけど、
なんかこうやっての濃厚接触者になったり、家の中に感染者が出たりとかすると、でもマスク外すっていうこと、怖って、改めて思いましたね。で、やっぱりもうほんまに日々の手指の消毒であったりとか、感染、基本的な感染予防対策っていうのは、ちゃんとやらだなーっていうのを、改めてすごい、感じましたね。もういいんちゃいけんちゃう、もうマスクもうめんどくさいし、暑いし、とかで、ちょっと思ってたんですけど、ちゃんとしなあかんなーみたいなね。うん、だからこうやって、マークみたいな、まあ、健康な人はね、こうやって軽くするんだからよかったけど、ほんま、基礎疾患ある人なんかね、オミクロンだからって言ってても、重症化して大変なことになってる話もよく聞きますから、やっぱり舐めてかかったらあかんなーっていうのね、本当に、今回ね。アメリカンビレッジの近く。そう。沖縄なんでね、チャタンっていう、すごい。アメリカの基地内はもう全部マスクなしなんで。どうしてるそれ感染どうなってんの？アメリカ本土も全部なしやろ、それに合わせたんだよ。そう、だから、基地のアメリカ軍たちは、もうだから基地の中ではマスクがないんですね。しないんですよ。ほんで、その、基地の近くの、まあ、基地の外なんですけど、まあ、アメリカンビレッジっていう、ね、観光地があって、そこはアメリカ人だらけなんですけど、もうそこなんかだから、誰もマスクしてなくて、近くの公園もみんなもう誰一人マスクしてないんですよ、アメリカ人たちは。なんか、ってなるな。怖い。緊張した。そうやな。ほんで、そんなんやねんって言うてた2日後に発症したもんな。はい。でも、マークは知ったんでしょ、その人。でも、まあ、感染したんでね。だから、そこで感染したっていうことではないかもしれないけど、なんかどう考えたらいいかよくわかんないですよね。世界はほぼマスクなしですよって。ねえ。ねえ。でもそれで日本と比べて感染率が上がってるっていうことでもないんですよ。ない。そういうニュースがない。でもね。でも、もう気持ちの問題みたいになってるのかな。うんうん、まあ、分からへんけど、でもなんかマスク取るの怖いなーって。うん。ほんまに今回思いましたね。なんかもう風邪程度やから、風邪として受け入れてんのかな。分からない。でも風邪程度の人が多いっていうだけで、だからほんま基礎疾患持ってる人とか、悪化する人はやっぱり悪化してるしね、すごい大変やったって、後遺症残っててっていう話もあったし、いっぱい聞いてるから、ずっと味覚障害止まらへんとかね、頭痛がずっと後遺症で残ってるとかっていうのもね、ちょこちょこやっぱ聞くんでね、やっぱ風邪って捉えたらやっぱあかんねやろなぁと思うんですけどね。でも私も専門家じゃないからね、コロナの。まあ、もうコロナのことあんまりこう言えないんですけどね。いや、もう難しいなーって、思いますね。ね、これ出産の時のマスク、呼吸無理です。いや、ほんまそうですよね。めちゃくちゃ苦しいと思いますわ。ただ一ついいなと思うのは、出産の時ってすごい呼吸が荒くなる。ね、浅くなる。もう痛いし、恐怖やし、不安やし、緊張するしで、もう、はっはっはっって呼吸が浅くなるんですよ。ってなった時に、マスクがあるとですね、過換気、過呼吸を起こしにくいっていうのは、メリットかなっていうのはありますね。で、浅い呼吸しすぎると、体内にある二酸化炭素が足りなくなるんですよね。二酸化炭素が足りなくなって、血液内の炭酸ガスが減ると、人間の体どうするかというと、血液内の炭酸ガスをキープするために、呼吸を抑制するんですって。だから、息をしないということじゃなくて、過呼吸にならないように呼吸を抑制する機能が働くんですね。でも、呼吸抑制機能が働くと、本人は、息吸ってんのに、全然酸素入ってけえへんやんか、息ができないみたいな苦しさを感じるから、余計パニックになって、余計に呼吸が浅くなるんですね。っていう悪循環になって、ほな、だん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 血液の中のその炭酸ガスが足りなさすぎて、これ、手足がしびれてきたりとか、動悸がしてきたりとか、下手したら気を失って倒れるみたいなことが、過換気症候群ですね。こういうことが起きるから、そうならないように、自分が吐いた息を、もう一回吸うことによって体内の二酸化炭素をしっかりキープするっていうようなね、そういうことを過換気が起きた時にやるんですよね。って考えたらこうマスクをしていることでその過換気症候群を起こしにくかったりっていうのはあるのかなっていうメリットもなきにしもあらずかなっていうね、はい、でも私も筋トレをやってるんですけど、筋トレやってる時もこれ無酸素運動なんですけど、もうマスクめっちゃ苦しくって筋トレやってる時もほんまにね、これからもっと暑くなってきたら熱中症とかのね問題もやっぱりありますので、熱中症とほんまコロナとどっちが怖いねって言ったら、
ね、熱中症も、ほんまに油断するとめちゃくちゃ怖いですからね。あ、ほんで、は、もう、ちょ、ごめんね、話、どんどん、飛んでいきますけど、気温がまだそこまで高すぎないけれども、湿度が、これから梅雨ね、に入っていくと思うけど、湿度が高すぎるときっていうのは、子供たち熱中症めっちゃ多く出るんで、もう、ガーンって暑くなってしまってからよりも、梅雨の時期、湿度、不快指数が高いときの方が、熱中症すごいんですよ。もう、毎年バカオブでもそうなんです。で、みんな気温そこまで高くないからって言って油断するんですね。だからね、もう湿度高いときは、もう家の中もうお願いやからエアコンつけて、ちっちゃい子いる人たち。はい。ちゃんと除湿とかつけて、快適な状況を作ってあげてください。ほんま、梅雨時期の熱中症めちゃくちゃ多いです。過去に私、いっぱいね、バブバブで大阪に行った時にね、仕事してたんですよ。ほんなら、近所の人がね、いきなりね、当時2歳ぐらいの子やったのかな、子供、男の子ね、抱きかかえて、バブバブのにね、バーン入ってきたんですよ。私、普通に患者さん、おっぱいマッサージしてたら、いきなり、久子さんちゃったって言うて、いきなり近所の人が2歳の子、しかもその2歳の子もぐっどーってなってて、その子抱えて、ケツを変えて飛んできたんですね。で、何事やみたいな、どうしたんって言って言ったら、痙攣起こしてなんか分からへんけどって言って、ほんで、って言って、なんか私も最初何か分からへんから、えってなって、何で、またこれ、ちょうど梅雨 の暑い時期やったんですよ。湿度がすごい高い時期やってね。ほんで最初転換発作かな何かなみたいな、もう頭の中ブワーって動いたんやけど、もうちょっと落ち着け落ち着けって自分の中で、ほんで、今日朝からの朝からのどこ行って何したらどうやったら教えてって言ったら、朝上の子がサッカー習ってて、そのサッカー暑かってんけど、それに連れて行っとったと。ほんでめっちゃ暑かってんけど、水筒持って行くのを忘れた。ででも気温はそこまで高くなくて、湿度が高いだけやったから、まあ水持っていくの忘れたけど、まあまあ2時間ぐらいしいけるやろうと思って、そのままそこにおって、で家帰ったら、その2歳児がなんかしんどそうやって、お昼ご飯いらんみたいな感じになって、しんどそうやったから、あ、ほんならもうちょっと休んときって言って、ソファーで横にならしてたと。ほんなら突然痙攣を起こしたっていうんですよね。それ聞いて、あ、熱中症かなって自分の中、私の中で、なんかピピって走って、でそれ言おうかなと思ったら、その抱えてた子が、もうなんか意識混濁みたいになって、もうぐだってなってたんですけど、バブバブの玄関で、いきなりドワーって吐いたんですね。で、それ見て、あ、熱中症やって、なんかそれ確信になって、で、行って、で、触ったら、もうめっちゃ熱くて、あ、熱中症や熱中症やってなって、ほんで、ちょうど、そういう上に、自宅の方に、子供たちがいたら、じゃあ氷持ってきてって、アイスを持ってきてって言ってね。危ないね。ほんで、子供たちに大量の、氷とかを持ってきてもらって、で、その子、もう玄関に寝かして、もうまあパニックになってはりましたけどね。で、とにかくもう脇とか、めちゃくちゃキンキンに熱くなってたから、脇とか、鼠径部とか、この首のところとかに氷でぶわ冷やして、うん。ほんで、多分熱中症だから大丈夫だからって。で、電話かけて、一応救急車呼んで、で、救急搬送されて、で、結果、まあ、やっぱ熱中症やって、で、入院になることもなくね、落ち着いて、また帰ってこれたんですけど、まあ、過去にそんなことがね、ありました。ちょっと私はもうドキドキして、もうどうしようかな、何やろうみたいな、もうすごい焦ったんですけど、熱中症ってほんまに油断するとね、そういう意識混濁であったりとか、本当に怖い状況になることもあるのでね、ほんまにちっちゃい子いる人たち、ちゃんとやっぱ水分補給と、気温っていう湿度、これが盲点になるんで、本当にこれからの時期、皆さん気をつけてあげてほしいなと。エアコン絶対我慢しないでつけてください。電気代かかるからでも、そうだ、ええか。子供の健康の方が大事だからね。もう大阪とか梅雨始まるな。あ、まだ梅雨入りはしてないの？内地は。まだですか？もう沖縄やばいっすよ。もうずっと雨。もう、なんか家中あちこちカビ生えてる。もうすごいですよ。もうでも梅雨明けかな。6月半ばぐらいに梅雨、多分沖縄は明けてきて。で、それと入れ替わりで。関東梅雨入った。あ？関東梅雨入った。あ、関東梅雨入りました。あ、そうなんだ。ね、ほんまに気ぃつけてね、脱水ね。おー、マッタンさん、室温25度。湿度48です、我が家。あ、バチですね。完璧ですね。うん。大丈夫、大丈夫。
あ、これね、あの、綾谷洋さん、旦那が暑さの耐性つけないとって言うんです。これ、そうなんですよ。これ思ってる人すごい多くて、それでみんなエアコンつけないんですけど、これで熱中症になって毎年命落としてるんですよ。だから、昭和の考え方でね、暑さの耐性つけなあかんねんけどね、昔のだって夏って30度超えることなんてなかったよ。ね、行っても29度とか、たんまに1日2日ぐらい30度超えて、うわーみたいに言うてることがあるぐらいのね、そんなあの気候だったんです。今温暖化で普通にもう大阪とかやったら35度、36度、体温超えみたいなこと、もう日常的にあるっていう、そういう夏やからね、今はね。昔とは違うので、その体制っていうのは、あの普段ね、真夏でもね、あの公園行ったりとか、買い物行ったりとか、5分、10分外に出るでしょ？ね、その5分、10分でも子どもたちはしっかり暑さの体制をね、ちゃんとね、ゲットしていくんですって。で、家帰ってきたら涼しいところでちゃんと休むっていう、涼しいところと暑いところを5分、10分、そのメリハリをやることで、あの健康な、ちゃんとその暑さに耐えていく、その汗のかき方であったりとか、そういうものをちゃんと学んでいくっていうのは、今、医学的に言われているので、暑いところにずっといて、それを我慢させることが暑さの耐性を作るっていうのは違ってて、それはめちゃくちゃ危険な行為であるっていうことが言われていますので、っていうことを、ちさ子が言ってたって言っといて、旦那に。あ、いいでしょ。ママ見て、めっちゃおいで、では質問にお答えしましょうをやってるんですけど、今日はちょっとそういう形ではないけど、1個だけ気になったので答えとこう。妊娠6ヶ月、体能の差があるけど大丈夫かっていう。ちょっと待って、ちょっと待って、ね、妊娠6ヶ月って言ったら、まあ、に妊娠 20週から23週なんですけども、ね、ちなみに6ヶ月の段階でですね、まあね、体重を感じてない人もいるんですよ。遅い人は23週ぐらいで6ヶ月の最終週。ちょっともっぺん質問ちゃんと投げて。いや、質問はもう飛んでいっててない。ない。覚えてるやつもいる。覚えてる。OK。はい。質問を大丈夫、どんなイメージかちゃんと言うといい。だから、妊娠6ヶ月で体重に、態度を感じる人をあんまり感じない人は差がある。で大丈夫なんでしょうかという質問ですね。はい。なので、ほんまに23週ぐらいまで態度を感じない方もいらっしゃいます。早い人は、もう妊娠5ヶ月、16週超えたら態度を感じたって、早かったねっていう人もいるんですけど、すごく個人差がありますので、6ヶ月の段階では感じたり感じなかったりで全然いいと思います。赤ちゃんもまだ子宮の中で、めっちゃ、まだ赤ちゃんちっちゃいから全然ゆとりがあって自由に動き回れるからね。それがたまたまその日が、その赤ちゃんの位置が子宮の壁に近い位置に赤ちゃんがいたならば、すごい態度を感じるだろうし。でも日によっては、この壁の方よりもちょっと離れたところに位置していたら、手とか足とか伸ばしたところで子宮の壁に当たらないでしょ、ちっちゃいから。で、あれと態度はあまり感じないんですよ。っていうようなことですごく差があります。感じたり感じひんかったり、いろいろだと思います。なので、妊娠6ヶ月の時点では、態度を感じたり感じなかったりっていういろんな差があっても、それは異常でも何でもないので、そんなに心配しなくていいと思います。はい。いやこれ夏になったらなんか沖縄より内地の方が暑いんですよね。
沖縄はね、真夏になってもね、意外と気温そこまで高くなくて、行っても32度かな。うん、それより気温上がることってあんまりなくて、だから沖縄めっちゃ暑いってイメージがね、あると思うんですけど、いや、大阪の方が暑かったしね。気温自体は3、4度、大阪の方が高かったんちゃうかな。うん、ただその沖縄は気温はそこまでじゃないけど、その日差しの種類がやっぱりもう灼熱なので、日焼けとかに関してもやばいですからね、ほんまに。うん、でも海風がね吹くと意外と涼しいので、風が吹いてほんまに涼しいので、体感的には私、うん、沖縄より内地、大阪の方がよっぽど不快で暑かったかなっていうのはありますけどね。もうコンクリートかアスファルトかな。なあ。ビルがいっぱいあるし。うん、そう、ビル風っていうんですかね。こう、生ぬるい風が吹いてっていうね。そっちの方が、その、体感的には暑いかもしれないですよね。沖縄ほんまに風が吹いたらすごい涼しいよね。影とか入ったらめっちゃ涼しいしな、夏。うん、涼しいね。うん。風通しが良くならない家。そうそうそう、意外とだからエアコン使う家が少ないもんな、沖縄の。そう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 、うん、あの沖縄本当にみんなもう開けっぴろ、特に私が住んでるとこも島なんでね、うん、ほんま戸締まりって何みたいな感じで、みんなもうなんかどこからが外庭で、どこからがリビングなんだろうかとか、なんかその分け隔てがよく分かんないみたいなぐらいみんなバーって開けてるんですよ、夏にね。これカーとか、ね、虫が入ってくるから、これみんなどうしてるのかなとか思うんですけど、風が吹くからそんなにいい日かったりもするんですかね、わかんないですけどね。もうなんせ潮風で沖縄はすごく涼しくて、うん、窓を全部全開にしてっていう感じですね。うん、そうそう、ほんまにね、コロナがね、落ち着いたらね、皆さん沖縄はほんまにね、観光、行きたいところやと思いますので、いや、ひさこ家の今日のランチ、いや、ランチはですね、ごめん、さっきもちょっと話しましたけど、おとついの晩ご飯がおでんやったんですよ。ほんで、昨日の晩ご飯がそのおでんの残りとそのだしを使って、沖縄そばやったんですよ。で、今日はその、もうちょい残ってるので、それを使って、今日のお昼ご飯はおじやにします。はい。っていうので、3日間使って、そのおでんを、こう、リメイクしていって、最終全部なくならすからね。はい。で、まあ、沖縄そばの時は、そのおでんのだしに、もうちょっと白菜とかえのきとかを刻んで、もう一回ぶち込んで、ちくわももう一回ぶち込んで、厚揚げと、もうちょっと具を足して、みたいな感じの沖縄そばにやりましたけど、今日はそこに、ご飯入れて、で、卵で溶いて、ネギ散らして、っていうので、おじやにお昼して、終了にしようかな、と思っております。何でもね、もうね、作ったらね、3日間ぐらいリメイクしていくんですよ。うん、そんなんしひんかったら、なんかもったいないんでね、ポテトサラダとかも大量に、もうこんなボウルにいっぱいポテトサラダを作って、1日目は普通にポテトサラダで出すんですね。で、2日目はそのポテトサラダを、で、コロッケにして、それをコロッケで出して、で、3日目はそのポテトサラダに、豚のバラ肉を3枚ぐらいこう広げて、その上にこんな玉にしたポテトサラダをポンって置くんですね。で、そのバラ肉でこう包むんですよ。で、包んだやつをこうやってボウルにして、で、それに片栗粉をまぶして、で、それをこんがり焼くんですね。で、焼いて、そこに、お砂糖とお醤油とみりんと酒。で、ちょっと生姜、チューブの生姜と少しニンニクを入れた、その甘辛の照り焼きのタレみたいなやつを作って、で、それを焼いた、ポテトサラダを巻いたバラ肉の焼いたやつに、こう流して、で、片栗粉つけて焼いてるから、それでタレ入れたら、とろみがつくんですね。っていう、なんか、ポテトサラダの、バラ肉巻き照り焼きみたいな、そんな感じのリメイクをして、3日間ポテトサラダも、変わっていって出すっていうね。こんなんして、節約と時短を、はい、いろいろこう、工夫しながらね、やっております。はい。料理の動画もね、ちょこちょこまた上げていきたいなと思ってるんですけどね、もう工夫しひんかったらね、こんなん毎日作ってられませんからね。だからポテトサラダ美味しいから1日でなくなっちゃうって、さゆさん、だから作る量が少なすぎて、もっとこんなん作るの。うちはポテトサラダ、じゃがいも、こんぐらいのでっかいやつ、
10個以上使うもん。何の店やねんっていうね。ほんまにね。うん。で、引退の話はどこ行った？あ、引退の話もした、もう終わった。もう終わった。なんかもう、あの、喋ってすっきりした。すっきりした。うん、でもなんかみんなに、確かにって言われた。確かに。確かにそうやんな、確かに。そう、ほんまに確かに、そうでしょ。うん、ね、やっぱあの、身の引きどころって大事だと思うねんな。あの、和歌山に、あの、坂本さんって言うて、あの、日本最高齢の助産師さんはね、いらっしゃって、すごい有名な方だったんですけど、まあ、90、90超えてもまだ助産師として現役で活躍してはって、で、本のね、出版とかもしてはって、すごい人がいたりとかした、するんですけど、まあ、そういうあり方もね、一つの、その、活動の仕方だなっていうのは思うんですけどね。でもなんか、私は私のやり方で、あの、いい頃合いで、パッとこの、ね、YouTube 業界を去ってやるみたいなことを思ってるんですけどね。でよく言われるんですよ、この久子さんの後に続く人を育てないんですかみたいなこともね、よくあの言っていただくんですけどね。これなあ難しいよなあ。なんて言うんかな、そのあの助産師やったら誰でも私がやってるこのね、私のこれを後継していけるかって言われると、やっぱそこじゃなくて、そう、やっぱ私が喋ってることって、やっぱこの12人の子育てをしているっていうところがすっごくやっぱ大きくて、自分の経験が全部この、なんていうの、身になってるっていうんかな。そこがね、だから、久子の、第2の久子、第3の久子ってなっても、じゃあごめん、まず子供最低8人、産んでっていう、ね、そこまず経験してってなっちゃうんですよね。あ、手だったらちょっとね、非現実的じゃないですか。なかなかやっぱこの、なんか、久子さんみたいな助産師さんもその後にもっていうところが、なかなかちょっと難しいなーって、どういうふうにこう、ね、あの、同じようなママさんたちの力に、心のね、あの、支えになってくれる助産師を、こう、作っていったらいいんかなっていうところもね、すごくこう、どうしたらいいんかなってめっちゃ思うんですけどね。うん。でもまあ、あの、いろいろ産婦人科のお医者さんとか、看護師さんであったりとか、あの、保健師さんであったりとか、まあいろんなね、方々と、プロフェッショナルの方々と関わる機会ありますけど、中には本当に素敵だなと、いいなって思うようなね、人格を持っていらっしゃる医療者の方もたくさんいらっしゃるんですね。でも、その反面、なんでやねんって思う人たちもいっぱいいて、なんか悲しいなーって、こうなんか日本人みんながね、まあ、日本に限らず世界みんなでしょうけども、もっとなんかこう人の気持ちに寄り添って物事を考えれるようになったら、もっと世の中変わるのになーって、もうほんまにそれも、うん、思いますね。うん、今ね、関わってる中でね、あの、19歳の女の子がいて、大学生なんですけど、彼女。で、ずっと私、あの、相談に乗っているんですけども、彼女今大学生で、で、どうもなんかね、すっげえ頭のいい子なんですけど、めちゃくちゃ頭がいい子なんですけど、勉強もめちゃくちゃできる、すごいとこ行ってるんですけどね。なんかね、話してたらね、生き方不器用なんですよね。何やろなって、なんでこんな生きづらさを抱えてんかな、この子はなっていう、いろいろ、で、どうなの、あの、いろいろ話を聞いていく中で、発達障害があるから。で、私の中でなんか、あの、降りてきて。で、まあ、包み隠しませんからね、まあ、頭のいい子なんで理解できるやろうと思って、正直に言うていいかって言って、久子さんはあなたを見てて、すごくそれが気になる。特性があると思う。良くも悪くも。ね。いい方向に伸ばしてあげたら、すっごいあなたは、もう、あの、輝く原石だよって。それを自分はこういう人間であるっていうことを、ちゃんと自分で理解をして、受け止めたら、すごく素敵な、あの、人になれるって、あの、話をしたんですね。で、その子今、あの、コンビニでバイトをしててね。で、バイト先でも、なんか、あの、お客さんにわーっていろいろ言われたら、それをが何言われてるかわけわからへんようになんねんて。で、店長さんとかにも、もう君は何なんやと、もう、ヘラ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 笑ってごまかすなって言って、ちゃんと喋れないっていうことをすごく怒られるって言って、それでまた、もう、そんな自分が嫌だって言って、すごい落ち込んでたんです、その子が。で、私は、いやいや、違うでと、ね、もうこの笑顔ほど、もう素晴らしい、
もう世界共通のコミュニケーションスキルはないって言って。だから、いろんな特性の人がいてね、こういろんなことを一個ずつ説明してくれたら、ちゃんとそれに受け答えできるんだけど、あっちもこっちもそっちもって、わーって喋られたら、頭の中でゴンゴンゴンってなって、なんか何言われてるか分からへんで、どっから答えていいか分からへんようになるっていう特性を持ってる人がたくさんいるんやと。じゃあそうなった時に、でもそこでこうブスーッとされたら、相手の人もすごい嫌な気持ちになるけど、なんかちゃんとした答えが返ってこなくても、すごいニコニコして、って笑いながらね、ヘラヘラしながらね、って笑顔でその言ってる人の話を、ってこうやって聞けるっていうの、それで嫌な気持ちになる人はいないよと。だから、ちゃんと言葉で喋れないんだったら言葉はいらんねんっていう。とにかくヘラヘラしとけ。笑顔を振りまいとけと。それがあなたのできるコミュニケーションスキルとしてめちゃくちゃ大きいんやから、言葉で返せることだけがコミュニケーションじゃないよっていうようなことを言っててね。で、一回心理発達検査を受けてほしいと。で、あなたのこういう脳のね、特性を持ってるっていうことが分かったら、めっちゃ生きていきやすくなるからね。なんで、すべての自分が苦手やって思ってることも腑に落ちるから、検査行こうっていうのを促したんですよ。で、彼女もその気になって、じゃあ一回電話してみるって言って、精神科に。でも19歳、ね、かけた。でも精神科ってめちゃくちゃ忙しいですからね。受付の人が対応してくれたらしいんだけど、19歳？は？みたいな。もうちょっとこっち忙しいから、みたいな感じで。で、いや、ある医療者の方に発達検査を受けた方がいいって、で、生きにくさっていうのを自分はずっと子供の頃から感じてて、で、うつなんかなとかいろいろも考えたんですけど、やっぱ発達障害っていうのがやっぱり自分の中に一番こうしっくりくるから、一回その検査を受けたいんですっていうことを、その19歳の彼女は説明したんだけど、なんかまともにこう取り合ってくれなくて、もうせかせかして忙しそうで、めっちゃ冷たい対応されて終わっちゃったんですって。なんかそういうとこなんですよ。なんかね、19歳の女の子がね、勇気を出してね、精神科の門を叩いてですよ。一生懸命ね、不器用ながらになんて喋ったらいいんやろってドキドキしながらね、発達検査受けたいって電話したわけですよ。それをなんか適当にあしらって、その彼女のテンションが落ちるような対応しかできひん、その精神科の受付おいみたいな。ね。すごい思って、そういうことを、この子どんな気持ちで電話してきたのかなって。あ、そこに一生懸命まず話を聞いてあげようって話がずれてるかもしれないけど19歳だから、でも一生懸命聞いてあげようってまずね、そういうなんかこの忙しい中にもね、心のゆとりみたいな大きな器を持ってね、人に関われる人っていうのをこれからの日本人っていうか、人間みんな、それをね、私はもうぜひ人類がそんな風になっていったら世の中めっちゃ変わるのになーっていうのも、これも悶々と考えてますね。そうなるために何ができるのかなーみたいなところで、私に何ができるのかな、一人でな、無力やなみたいな、はい、そんなもんね、悶々とね、なんか最近考えてますけどね。なんかそういう心のケアみたいなところのなんか専門の学校とかももっとあってもいいんやろうな。で、心理学は、もう5教科の中に入れるべきやと思ってる。うん。もう、何？英語？数学？理科？社会？国語？まあ、大事かもしれんけど、うちも今、中3、ココちゃんがルートが出てきたって、ルートってあったな、何やったっけ？それ、二乗とかのやつやったっけ？とかで喋ったんですけど、ルートね、まあいいんですけど、研究者でもなるんやったら必要なんやろうけど、こう長い人生生きていく中でルート使わんしな、みたいな。よりも、やっぱりこう、ね、人の気持ち、自分の気持ち、自分、本当の自分、どんなこと考えてるんかな、みたいな、その心理学っていう部分、なんかもっともっとみんながそこを勉強したら、もっとあったかい社会になるような、心理学を5教科の中に入れて、それを大学受験の受験科目にすればいいのに思うんですけどね、ほんまにね、なんか、そんなん、ね、そうなんですよ。で、そう。ね、マッシュマルさん。これは精神科だけじゃなくて、受付全体に言えるよね。で、本当そうなんですよね。でもこれ、例えばね、美容整形外科とかね、とか、あとは四つ星、五つ星の一流のホテルとか、そういうとこ行ったら、こう、ね、
受付じゃないですけど、あの窓口になってる人たちの対応って素晴らしいじゃないですか。一流じゃないですか。本当にあのお客さんのことを思ってあのすごい笑顔で対応してくださって、あれやっぱりこう社員教育が本当にできてる。美容整形なんかではほんまにお客さん争奪戦やからっていうところあるんでしょうけどね、うん、単な普通の患者さんっていうよりもお客さんっていうふうにサービス業として捉えるんでしょうねって思うんですけど、まあ、ああいう対応をどこの病院とかあの病院以外でもですね、あのみんながそこら辺の教育をしっかり受けて、みんながそれを意識してやったらすごいいい社会になるのになってもう本当に思いますよね。うん、まあ、丁寧すぎるやろっていうぐらい美容整形外科なんてもうめちゃめちゃ丁寧ですよね、お客さんに対して。うん、ああ、あるべきやと思うんでね、患者さん、私たちが見てあげてるスタンスっていうね、他の病院とか結構やっぱそうなってしまうところ多かったりするんだけど、あれは違うよなと思うしね、やっぱり相手を尊重する気持ちっていうのはやっぱ根本的になかったら、やっぱそういう冷たいね、なんかね、あの、相手をなんかブルーな気持ちにさせてしまうような対応になっちゃったりもするかもしれへんなと思いますけどね、何？で、あの、昼みんな声っても大丈夫かな？いきなりなんかね、時計を前にこうやって持ってこられて、何がしたいか分からない。何ね。いやもうやめろってこと。いやいや、やめるじゃない、大丈夫よ。大丈夫やけど、まあ、あの、ご飯時になるなって。もう12時過ぎたんで、あの、もうご飯の人たちは出てくださいね。まあ、うちもしなあかんけど、そうそう、ご飯ね。ねえ。そう、ほんまにそうです。だから、なんか、こうやって、あの今ね、あの、私のこのライブ来てくださってる皆さんね、みんな、あの、本当にいい方ばっかりでいいなって思うんですけど、なんか、ちょっとしたその自分の発言が、相手をどんな気持ちにさせてるかっていうのをね、いつも、こう、うん、考えて発言できる人に、であってほしいなって、ほんまに心から皆さんにそれをお願いしたいなっていうふうに思います。うん、何の気なしにやっぱ発言していることがね、本当に人の心を一生左右するぐらいで傷つけちゃっていたりっていうことってやっぱあるなっていうのを私も含めてね、思いますので、なんかそういうことをうまくできなくても意識できるっていうことだけでもね、社会は変わっていくと思うんですよ。で、それができたらもうあの社会そんな大きなことじゃなくても家庭が変わると思うんですよ。夫婦関係が変わると思うんですよ。相手はどんな気持ちでこれ言ってんかな、なんでこんなん言うのじゃなくて、相手はどうなんかなって、どういう心理でこう、その発言、デリケートなところをこう土足で踏み込んできよったんかな、この旦那はな、みたいなところが、ちょっとこう冷静になって、彼の気持ちっていうところに寄り添うことができたならば、きっとね、夫婦が変わるだろうなっていうのもありますしね、子育てだってそうですよね。心理学入れるべきじゃない？これ、あのご教科に。ほんま思いますけどね。みんなご飯食べながら食べる。ご飯食べながら、うん。ありがとうございます。あ、ルリアキさんですね。今日のお昼はカップラーメンなので大丈夫。子供たちのからのリクエスト。そう、ほんまにあのカップラーメンとか、もうレトルトのカレーとか、子供大好物で、ママありがとうみたいキラキラみたいにされますよね。もう一番なんか手かけて作ったやつが一番食べてくれへんでもガクってなりますけどね。もう子供ってそういうもんなんでね、もう時々ね、手抜きまくり全然 OK だと思いますよ。あの、我が家のね、悩みはですね、カップラーメンたまに出したいんですけどね。あれ、買い物行った時にね、カップラーメンね、かさまんねん。大量のうち買わないといけないでしょ。カップラーメン買ったらもうそれでね、家族分のカップラーメン買ったらね、カゴがいっぱいになるんですよ。で、カゴも限られてるからね、そんなね、あの、カップラーメン買って、一個カゴそれで、もういっぱいになったらね、他が買えなくなるっていう、そういう問題があってね、カップラーメン買えなくてね、どうしてもあのパックの、あの、袋麺の方に行ってしまって、これも手間やんとか思いながら。なんかカップラーメンをなんかもう大量にこう、あの自宅にこう配送してもらうみたいなのがいいかな。とか思うんですけどね、なんか大人もね、たまにカップラーメンとかめっちゃ食べなくなりますね。私なんか、あの、11人目トトちゃんの時に、あの、つわりの時になんかカップラーメンめっちゃハマって、なんか妊娠初期になんか、別食べとったカップラーメン。ほんで、妊娠初期に5キロ太って怒られるっていう。何でしょうね、あの、つわりの時、あの、ジャンクのものが食べたくなるね。マクドのポテトがめっちゃ食べたくなったとか、よく聞きますけどね。不思議やな、あれな。どういう、なんか、体の仕組みになってんやろな、とか思うんですけどね。うん。で、あれね、あのね、胎盤がですね、胎盤ってね、脂質でできてるんで。うん。
そうなんですよ。栄養素、何、胎盤何でできてる、脂質がすごい非常を占めてるらしいんですね。で、胎盤を作っていくために妊娠初期偽りの時期って脂質、脂っこいものを本当的に欲すんのかなみたいな、なんかそんなんを私の中の頭の中で勝手に思ってるだけなんですけどね。だからジャンクが気持ち悪いのにジャンクが食べたくなるって、そういうことなのかな。胎盤作るために脂質を今大量に取れみたいな、体には悪いねんけどとりあえず胎盤作るのに脂質やねみたいなんで体が働くのかなとか、ね、思ってるんですけどね。この辺なんかどっかで研究が進んで、なんかこうエビデンスっていうか科学的根拠がね、発表されへんかなと思ってるんですけどね。はい、よいしょ。ミレイさんの話、そうそう、なんかクレームコールセンターで働いてる、ね、ボコスカにやられてるっていうクレームで。コールセンター勤務の人、私めっちゃ尊敬します。あれメンタル、みんなどうやってキープしてるんですか。いや、お前炎上対策でも私聞きたい、コールセンターの人。それはそれでもう割り切れるわけ、なんかもらってしまってもうきつくなっちゃったりしないんですか。コールセンターやばいですよね。変な客だらけじゃないですか。すごいなって思う。であれ、まあ、同僚たちがいっぱいいて、でもこんなんって今日最悪だったわ、でももうそれ頑張ったなみたいな、なんかこうみんなで共有できるから楽になれるのかな。いや、コールセンターの仕事できる人はほんまに私マジで尊敬します。もうすごいすごいですよあれは。ね、もういろんな人いますよね、本当にね。適応障害になって仕事辞めます。ですよね、そうなると思うわ、なると思うわ、うん、ごめん、ミレイさんの話、これ 何を頑張れって言ってるの、何を叫ぶって、何、お産の時にっていう話。叫びすぎては体力を消耗するのですが、痛くて我慢できないのにどうしたら楽になるの。何これ、ちょっと説明して、ミレイさんの話。お産の時にっていうこと。ああミレイさん陣痛中で、ああそうかそうかそうか、今頑張ってるね。で、何、痛くて叫んでるっていう話。あ、お産で、あ、花ひなさんありがとう。お産で叫びのはみっともないという意見を聞いて、私は恥ずかしい人なのかとずっと思いました。これ、あのね、ミレイさん、いいよ、叫んで。助産師、そんなみっともないとか絶対思いません。あのね、海外のね、お産、もう外国人すごいっすよ。もう、こっちがちょっと笑けてくるぐらい叫びますよ。おー、なー、もう、はぁ、もうすごいですよ。もうめっちゃ叫びますし、でも見ててめっちゃ面白いですよ。面白いからあかんですよね。命がけだからね。日本人でも私過去に、某お笑い芸人のお産を取ったことがあるんですよ。すごかったわ。芸人やからね、喋るんですよね。喋るのが仕事やからと思うんですけど、まあ、お産の時面白かったですよ。もう旦那が来たらまず旦那を蹴り倒し、お前出とけや、お前何もできひんやんけ、この部屋から出ていけみたいな、これ暴言をまず吐いて、むっちゃ柄悪く。ほんで旦那ちっちゃいなって外出て行って、ほんで陣痛ガンガン来て、痛すぎて、で陣痛室の壁をガンガン叩きながら、おう、こんなん死ぬやんけ、こんなんもう、こんなん聞いてへんかったし、なんとかしろや、助産師って言われて、なんとかしようって言われたけど、頑張ってくださいって。もう暴言吐きながら、なんかもうなんかね、この人の元々の人格って、んみたいになるような、そんなお産をする人なんかね、山のようにいるんですよ。でもね、そういう人たちがお産終わってね、翌日ね、病室行くじゃないですか。で、昨日、生まれましたね、お疲れ様でした、昨日、本当に頑張りましたねって言って、暴言吐く人やっていうの知ってるから、こう、部屋行って言ったら、急にこう、コロッとしようらしくなって、ありがとうございます。なんか昨日騒いでしまって恥ずかしかったらすいませんでした。めっちゃいい人やん。そんなこともね、よくありますよ。だからね、お産っていうのはね、ミレイさん、命がけなの。ね。赤ちゃんも命がけで生まれてくるの。
ね、そんな命がけのお産を世間体とかこう見られたら恥ずかしいとか、みっともない、みっともない、何をケツ抜かす、ケツ抜かしてかるんです、あれ分からへん。ね、あの、みっともないなんてことはね、何一つありません。お産にみっともないお産はありません。うん。叫ばない静かなお産の人もちろんいます。でも、どなり散らす人はもうすっごいです。いやもうほんまに、あちょっとこのままなんかテレビ出てもなんかもう、あのいいんちゃうっていうぐらいの、あの吉本新喜劇ぐらいの、すっごいもう怒鳴り散らして叫びまくって、もう暴言吐きまくって、助産師罵倒してみたいな、そんな人だって山のようにいます。でも、それをすることで体の力が抜けたり、私も今ストレス溜まってるから喋らせてっていうライブしてるんですけどね。これ一緒よ。ね。あの、声を出して、怒鳴り散らして、騒ぐことによって、ミレイさんがちょっとでもリラックスできるんやったら、いっぱい騒いだらいいんですよ。全然構いません。助産師はそんなことでみっともないから誰一人思いません。はい。それはあなたたちが勝手にそう思い込んでいるだけです。命がけでお産はしてください。いいよ、叫んでも。ただね、大きな声を出すっていうのは、叫ぶっていうのは、ね、叫ぶとね、どうなるかっていう、人間はね、交感神経が立つのよ。お産の時ってね、リラックスした方がお産進むのね。リラックスして、ふーんってなってる方が呼吸が穏やかになる、まず。呼吸が穏やかになれば、最後の最後まで赤ちゃんに酸素と栄養がいく。赤ちゃんはしんどくないよね。でもそこで、いやーうわーって言って交感神経でーって上げていったら、呼吸が浅くなって荒くなるから、そうすると、しっかりと酸素と二酸化炭素が入らなくなってくるから、赤ちゃんが酸素、なんか、何、エベレストの山頂でお産してる感じ、息ができませんけど苦しいですみたいになるわけですよ。ね。だから、あの、叫んでリラックスできるんやったらしていいんやけど、叫ぶことで呼吸が荒くなってしまって、交感神経興奮状態になってしまうんやったら、逆に赤ちゃんしんどくなっちゃうから、ちょっと落ち着こうっていうところなんですよ。だから、みっともないから叫んだらあかんのじゃなくて、赤ちゃんに最後まで酸素を送るためには、ちょっと落ち着いた方がいいよと。はい。そういう位置づけで考えてもらったらいいと思います。でね、あのね、叫びたくなったり、もう、この痛さをどうしていいかわからなくなったとき、あの、声を出すのも一つなんだけど、叫ぶというよりもね、あのね、スマホでね、なんかね、音楽かけよう。ほんで、自分の好きな曲をかけよう。で、それをね、歌いましょう。歌うっていうのも声を出すっていう意味ではね、叫ぶっていうのと一緒なんですよ。うん。でも、曲だから、楽しい曲だから、自分の好きな曲だから、ちょっと交感神経流れ方が気持ち落ち着く、リラックスのモードに入るんですよ。なので、ただ叫ぶんじゃなくて、歌を歌う。もう、怒鳴り散らしながら、ノリノリロックの曲を歌うとかでも全然いいと思うので、歌を歌う方向っていうのが私はもう絶対おすすめかな。大きい声で歌ったりですよ。恥ずかしい。そんなん感動。命がけで赤ちゃんも生まれようとしてるのに、そんなこと考える必要ないですよ。ミレイさん、頑張れ！楽しめ！よし。私何人目の時だったかな、アンパンマンの曲を子供たちと大熱唱して産んだことがある。これで、そっと恐れないでみんなのためにって愛と勇気だけがトラブルチスって言って産んだことありますよ。めっちゃ楽しいですよ。これなんかね、解除してる助産師さんも一緒に歌ってた。めっちゃ楽しいですよ。やってやって、うん、あ、そうね。負けないでとか歌おうかなでね。いいと思います、いいと思います、はい、いいと思いますね、うん、あ、猫ちゃんが見たいですって一人連れてきて。マークに猫ちゃん連れてきてきました。猫ちゃん生後3ヶ月を迎えてですね、かわいい、かわいい、なんか大きくなるの早いですね。最初もこんなんやったのに、目がやっと開いたぐらいで、まだ歩けなくて、こうやってウィーウィーウィーって言うてて、あの、おっぱい飲んでるだけやった子猫ちゃんたちが、もう今、部屋の中、もう飛び跳ねて、でもなんか、ほんま、なんか髪の毛一本にもじゃれるっていうね、もう何でもおもちゃにできる、あの能力はすごいなと思いますね、猫って。ほんで、昨日ウェブ相談をやってたら、
あの私が相談に乗らないといけない立場なんですけど、そのママさんがあの動物病院のアニマルナース動物病院の先生やってあの看護師さんやって、で逆にごめんあのウェブ相談に私相談してもいいですかみたいな、で猫のことちょっと聞いてもいいですかとか言ってね、あのまだおっぱい飲んでるんやけど避妊手術に母猫ね行きたいねんけど授乳期やったら行ったらあかんのかな、でもう授乳終わってから避妊手術した方がいいんかな、でもまだ飲んでるしいつまでたっても行かれへんねんけど、もういいんじゃないですかとか言って、なんかあのね動物のことをね相談させてもらったりとかも、ね、してあのなんかもうウェブ相談もいろんな職業の人たちがいるんでね、ほんまになんか助かるなーみたいな思うんですけど、あ来たよ一匹、君は誰、君はチャチャ、いやー生後3ヶ月のチャチャちゃんです、いやー、あれ、いやー、みんなが見たいって言うからちょっとあらチャチャカメラにチャチャだよ、可愛いでしょう。もう哺乳類はなんでこんなに可愛いんでしょうね。な。うん。えはん。はい、こんな風に大きくなりましたよ、子猫ちゃんたちは。で、この人たちが部屋の中をカチャ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 ってもう走りまくってて、今、家に猫ね、5匹いるんでね、なんかもう猫屋敷みたいになってきてますけどもね。はい、ね。大きくなったな。でもまだおっぱい飲んでんねんな。そろそろ卒業やねんな。うん。あの、踊った時は引き離された。あ、そうだ。おっぱい飲んでたのに引き離されてきた。な。なんか、猫すごいですね。なんかね、今まだおっぱい飲んでるんですけどね。でもね、前はね、もうちょっと前は、母猫ちゃん、猫にゃんが、もうずっとこの子たちのそばに寄り添って、ずっとおっぱい飲ませてっていうのをやってたんだけど、最近この子たちがね、おっぱいくれって言って、猫にゃんのところにこう寄っていくじゃないですか。じゃ猫にゃんがね、スッてね、無表情でスッて立ち上がってね、スーってどっかで、めんどくさそうに歩いていてね。で、子猫たちからちょっと離れたところでまだ寝そべってね。なんか、あ、なんか、今は飲ます気分じゃねえよ、みたいなんで、離れていったで、みたいな。とか、そんなのがすごい増えてきたりとか、あとは、子猫ちゃんたちが周りをうろうろしてるにもかかわらず、いきなり私の足のところに来て、で、あの、前足で私の足をホールドして、で、いきなりゴロンって寝転んで、喉ゴロゴロ鳴らしながら、その床の上でお腹、へそ天って言うんですけど、へそ天、おへそ見せて、ゴロゴロゴロみたいな、ぐね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 みたいな、そういう甘え方を、あの、我が子たちが横にいるにもかかわらず、私は私で甘えたいね、私の趣味、私のやりたいことを優先すんで、もうあんたたちの優先はしいひんからな、みたいな、もうそろそろおっぱい終わりやからな、みたいなんでね、ちゃんとこう、あの、私、母親やから、そんなん、人に甘えるとか、そんな母親らしからぬそんな行動は世間体がとかないんですね、猫はね。うん。私甘えるんで、あんたたち関係ないから、私甘えるから好きなことやるんで、ほっといて、みたいなことを堂々とやる猫にゃん。で、この子たちのその発達段階に合わせながら、おっぱいの飲ませ方もそうやって、時にはちょっとこう、突き放してみたりとか。はい。そんなこともしてる猫にゃん。子供の発達段階をちゃんと観察しながら、ちゃんと叱るべき子離れをね、ちょっとずつやってる猫にゃん。すげえやと思いますね。お母さんだから、こうあるべき。母親やのに自分の好きなことを優先するなんて、とかね。そんなんじゃないですね。人間の方が青ですね。猫すごいっすね。本当にね。ちゃんとこう自分の人生を母親になっても大切にして、それを優先順位を考えながら、子供たちに愛情を与えつつ、自分のことも大事にするっていうね。これをね、今ね、あの、猫の親子たちをね、そあの見ながらね、すごく私は学ばせていただいていて、いやーもう、見習おうって思います。ねえ、ちゃちゃ。もうすぐ、猫にゃんに、ふーって言われて、おっぱいあらんわ、親離れしろって言って、冷たくあしらわれるらしいで。あと1ヶ月ぐらいした。な、頑張りや。うん。なんか、ナノさんが、ヒサコさんの9日に舌出すことを教えてもらって、それで無事出産した。ああナナさん。ナノ。ナノさん見て。ナノさん、ナノさん、ナノさん。そうね。一番最後だ。
おめでとうございますは見れんねんけど、わからへん。なのさ、9日に。どこかわからん。文章めっちゃ多いね。多いかも。あ、これか。9日に、初産で経血不明、破水からの病院到着4時間おぉで出産しました。痛さの波が一気に来て、何が何だかわけわからず、でも久子さんの舌を出すってやつを思い出して、マスクの中で出す気持ちで息をし続けたら、上手でって褒めてもらいました。母子ともに健康で可愛い女の子と出会いました。久子さんありがとうございました。おめでとうございます。で、出産の、そう、出産の時のね、あの、陣痛中のね、陣痛を乗り越えるコツなんですけどね、もう一回ちょっと説明していきますね。あの、痛い時ってね、人間どうしてもね、こうなって、こうなって、ほんで、こうなるんです。ね。歯も噛み締めてしまって、もう全部力が入るんですよ。で、まずこの力をまず抜かないといけなくて。ね。で、これも、食い取れるから、目も閉じちゃったらダメだから、もう目開ける。ね。で、食いが取れるから、口開ける。ね。で、口開けて、なんなら舌です。で、目は上向く。この状態で、どっか力入れてみ。顔を力入れてみ。無理でしょ。この間抜けな顔をね、してもらうのがね、あの、お産の時のね、あの、陣痛がスルスル進むコツなんですよ。なんせ、全部の力を抜かないといけないけど、だから叫んでもいいし、歌も歌ったらいいねんけど、なんせ、力を抜かんとあかんからね。そこがコツなんで、上向いて、舌出して、これマスクしてるからみんな恥ずかしくなくて済むね。マスクの中でやればいいからね。うん。ほんで、あの、この状態で舌出して、ほんで、もう手もこうやってグッて何かを握っちゃったら力が入ってしまうから、これで握手するわけですよ、こうやって。あー、陣痛きたー、はーあーはーごめんなさい。うん、それで歌うたら、あー、満足ですね。はい、みんな満足になってください。そうやって命がけで産んでください。ね、これで、あの、奈野さんは大安産で、はい、女の子に出会えたということです。これからお産をね、控えてる人たち。はい、これぐらいやってなんもなんですよ。もうこれね、あの、大阪のおばちゃんになりましょう。あの、恥も外部もありませんっていうね。ね、でもそれでも元気にね、赤ちゃん、あの、来てくれて、母子ともに健康で、ね、あの、元気に退院してきてくれても、これがもう最高じゃないですか。なので、いかに力を抜くか、いかにリラックスをするか、叫ぶのでリラックスできるようだったら全然ありですよと。あの、過去に、あの、陣痛室の壁潰した人いましたからね。原骨でバーン叩いて、思春期男子かみたいな。壁に穴開いたけど、みたいなね。そんなことありましたけどね。あの、それぐらい、あの、ほんまに頑張ってもらって、力出してもらって、はい、出産する。これがお産だと思っていますので、はい、構いませんよ。はい、ナノさんね、おめでとうございました。あの、12時半過ぎたけど。うん、もう、永遠喋れますけど、どうすんのこれ、もう。ああ、もうちょっと喋っていい？Mさん、予定帝王切開の乗り換え方も知りた日。知りた日って書いてありますけど。帝王切開の乗り越え方、帝王切開怖いですよね。私もあの、初めての帝王切開怖かったですけども。もうこれもとにかくね、楽しんだもん勝ちなんで。はい、帝王切開も。私、あの、先生に、帝王切開中の自分のお腹の中が見たいって言って、めっちゃお願いしましたけどね。何されてるのか分からへんの嫌やから、見たいのもついでやから、どんな風にしてお腹の中から、私の子宮がどんな風になってて、ね、見たい。で、赤ちゃんがどうやって生まれてくるんか、見たい。自分の内臓、一生で見れる人なかなかいないんで、私見たい。変わったこと言う人やな、って言われましたけどね。僕も楽しんだもん勝ちだと思うんですよ。うん。あの、大丈夫、大丈夫。ね。あの、大丈夫。本当に大丈夫。帝王切開っていうのはね、あの、まあ、いろいろ手術っていうのが世の中にありますけど、まあ、あの、すごい大出血のリスクがあるとか、なんかそう、何か別にリスクがある帝王切開はちょっと別なんですけどね。そうじゃなければ、帝王切開っていうのは、ほんまに先生たち片手間にやる手術です。本当に気軽にできる手術です。私が知ってる産婦人科の先生は帝王切開が大好きで、でも、もう、時々こう LINE が来て、僕、今日5分で出したみたいな。手術5分で出したよしみたいな。なんか、楽しんでおられますよね。だからもう、さあ、帝王切開だ。行います。よろしくお願いします。みたいな感じでは全然ないですし、私の帝王切開の時なんで、私、大きな病院で産んだんで、研修医の先生がね、
あのいらっしゃって、その先生が、研修医の先生が指導してくれたんですよね。で、あのメインになっているその指導医 の, あのトップの先生、偉い先生は横で、まあ、指導医だから見てるわけですよ。で、私お腹開いてもらってさ、始まるよ、つって。で、やってくれた先生が27歳で若造や。ほんで、その先生が、じゃあよろしくお願いします、とか言って。で、始まった。先生ちゃんとやってや、とか言って言いながら、あの始まって。ほんで、こう、切り進めていったらですね。だから、あの、横で指導医の先生が、はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。って言って、はい、進めて、進めて、進めてっていうのをね。はいどうぞ、はいどうぞって言いながらこう進めるの掛け声をかけてくるんですよ。ほんでそれに合わせながら研修医の先生がちょっとずつずつねこう進めていってね。ほんだら途中でね面白かったのがね、あのはいどうぞ、はいどうぞ、はい行き過ぎ行き過ぎ戻ってみたいな、行き過ぎ戻ってってなんやねん、おい大丈夫かみたいな、うん、とか言ってなんかね、もう面白かった、いろいろ。うん、でも、帝王切開危険な手術ではないからこそ、そうやって若い先生にもやらしはるし、あの、そんな、よっぽどのことがないから、そんなね、あの、戻ってて、まず、そういう危機的なことにはなってないの、私は知ってるから、あの、これはもうネタやなと思って、面白いな、後で YouTube でしゃべろうと思ってたんですけど、はい。ね、すごく、あの、楽しかったですね。うん。で、最後まで絶対赤ちゃんが生まれてくるところまで私しっかり意識持って、もう全身でそれを楽しもうみたいな気持ちでいました。だけど途中で麻酔の影響でちょっとこう血圧が下がってしまって、途中で眠たくなってきて、ほんで生あくびが出てくるわけですよ。で、お腹切られてる最中は、なんか眠たくなってきた。これ血圧ちょっと下がってきてんな。赤、寝たら、赤、寝たら、寝たら赤ちゃん見られへん。赤、寝るな、下子、頑張れ寝たら死ぬぞぐらいの気持ちで。起きろ起きろ寝るな寝るな赤眠いみたいな、なんかそんなんと戦ったりとかで、そんなんも面白かったですね。はい、あのすごいいい経験させてもらったし、で今やっぱり帝王切開で一番私が良かったなって思うのはお腹の傷です。このお腹の傷が私の今宝物になってるのっていうと、みんなえってなるかもしれないですけどね、まだね1年7ヶ月経ってもまだね痒いしね、ちょっとあの痛かったりチクチク痛かったりするんですけど、だから快適かって言ったら不快感が残ってるんですけど、でもさっきここにいてくれたねねちゃんがね、この傷から生まれてきたんやって思ったら、なんかめちゃくちゃこの傷が私の中では愛おしくって、なんか経血分娩で産んだ子たちには私の体に、まあ遠赤外線の後とかね、第一子の時来たんで、なんか残ってるって言ったら残ってるかもしれないけど、この人見ないですからね。だからパッと見て、お風呂入るときにパッとこう裸になってパッと見たときに、その傷がいつもこう目に入るっていうものは経血分娩ではないわけですよ。だから妊娠線の跡とかはありますけど、ここから生まれてきたっていうその印が私のお腹に今残っていて、これがねすっごい自分の中で今ね宝になってるんですね。めっちゃ愛おしいんですよ。もうお風呂入るたんびに私鏡見て、ふんってこうニヤニヤして、そこを指でツーってこう指でこうなどって、ふんって思ってお風呂入るっていう、これ日課になってるんですけどね。ほんで、あのこの間その産婦人科に行った時に、まあ、12人目を帝王切開で産んでるから、13人目もしあったとしても絶対帝王切開になるんですけどね。で、通常帝王切開って、その1回切ったその傷の上からまた切って同じところを切るんですよ。だから傷の数が増えるっていうことはないんですけど、私、この傷、ねねちゃんの傷やからと思ってるんですね。ねねちゃんが生まれてきた傷の上に重ねて13人目のそんなの重ねてくるって何なんみたいな思ってて、で、先生に言ったんですけど、これねねちゃんの傷なんで、すいません、次もしあったとしたら、このねねちゃんの傷から2ミリか3ミリぐらい離して、もう一本線増やしてもらえません？日本にしてほしいんですけど、だってこれねねちゃんの傷だから、つって。これねねちゃんが生まれてきた印で、これは13人目の印、1個ずつちゃんとそれぞれの印が残ってる私のお腹っていう風にしたいなって思ってて、ずらして日本にしてほしいって言ったらバカじゃないのって言われましたけどね。でもそれぐらい私の中では帝王切開が宝になってる。はい、みんなね、なんかすごく帝王切開ネガティブに捉えてる人多いみたいなんですけど、これ宝物ですよ、この傷って。すっごい素敵な宝物だと私は思っています。はい。なので、
まあ、考え方いろいろだからね、それを受け止められないっていう人だってもちろんたくさんいらっしゃるから、それはそれでね、人それぞれの感じ方やと思うんですけど、まあ、これから予定帝王切開ね、迎えるっていう方々は、帝王切開ちょっとこう、ポジティブに考えてみてもらったら、いいな、素敵だな、いいなって思えることって、実は山のようにあるんでね、はい、それをぜひ、積極的に見つけていってほしいなというふうに思いますね。はい。よし。ママ終わった。すみやさんね、私は帝王切開2度目の時に寒気がしてすごかったってね、これ寒気もきますね、麻酔の影響で寒気が来ることもあるし、でこれ、ね、経術文面でもあるんですよ。これ経術文面産後ですけどもね、私産後必ずいつもそうなんですけど、だいたいね産後ね3日目から4日目に夜必ずこれ毎回でしたね。いきなりこれ熱出るやつやっていう、ガタ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 って寒歯がガチ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 ってもう止まらへん寒気がうわーってきて。でその後ちょっとこう熱っぽい感じになって布団かぶって数時間横になるっていう、これ自律神経がねうまく働かなくなるんですよ産後、ホルモンバランスが困難になるからね、うん、っていうのでその産後に経術分娩であっても退院までの期間、退院してからなる人もいるんだけど、急に何っていうような寒気が襲ってきて止まらなくなるっていうのは、これ出産後っていうのは帝王切開であれ経術分娩であれよくあります。でそれに加えて帝王切開の場合は麻酔が入るので、その麻酔の影響で寒気がガーッと血圧が低下しても寒気が来ることがあるんだけど、麻酔入れるところがどうしてもその血圧の変動のその中枢すごい近いところに麻酔液が入るので、どうしてもね血圧がねちょっとね下降しやすいんですよね。そういうこともあって帝王切開の場合にはその麻酔の影響も加わっての寒気っていうのはあると思います。でもそれもだから寒気がしてそれ何って言ったらただのなんかネガティブで嫌なことやけど、こういう理由で寒気が来るんやっていうふうにことをちょっと知っていると、あ、私の体ってちゃんとそういうふうに働いてるんやな、ホルモンバランスが今こういうふうになってて受乳ホルモンが出ようとして、妊娠性のホルモンが衰退して受乳ホルモンが出ようとしている時にこのホルモンのバランスに体がついていけんくなって、この生命中枢の血圧であったりとか呼吸であったり脈拍であったりっていうところがうまく回らんようになっとる、お、すごいな人間の体ってって考えたら、ちょっとすごい前向きに捉えられたりねするかなっていうふうに思いますので、ね、ほんまにお産っていうのはいろんなことが起きますよね。うんね、キウさんが私は分娩中に発熱しましたって、導尿からの尿路感染ね、本当にいろいろありますよね。うん、そうだよね。あ、で、ナルさんはね、帝王切開の傷がかゆいです。産んで1年経つけど、2人目の時に同じとこ切って、かゆみを治したり治るかな。これ、ちょっと待ってね。これ、私、この間、その婦人科に行った時にね、婦人科でね、先生にね、ちらっとね、もう帝王切開1年7ヶ月なんですけど、まだ痛くてかゆいんですよね、もう最悪これ、もう形成外科ですかね、やっぱり、って、ポロって言ったら、先生が、あるよ、治療薬、って、産婦人科なのにあるの、これ、形成外科でしょって、もう大体これ、本当は形成外科なんだけど、うちは、取り扱ってるよ、せや、マジでってなったんですよ。で、これ、私、今これ貼ってるんですよ。これエクラプラスタっていうステロイドのね、ステロイド の, 腫れ薬なんですけど、これ処方してもらって、これを今今で1週間目ぐらいかな、帝王切開の傷のところに貼ってるんですよ。一気にかゆみとチクチク痛いのがなくなってます。やっぱこれ薬やもん、副腎皮質ホルモンだから、これステロイド薬なので、授乳中とか大丈夫なんで、経費的にこの皮膚に貼るやつやから、こう内服するステロイドではないので、授乳中でも使って大丈夫です。はい。これ、処方してもら、ぜひしてほしい、もらったらいいと思います。で、通常はこれ、形成外科で取り合ってるんですよ。帝王切開の後の傷跡のね、ケアっていうのは、もう産科ではなくって、形成外科とか皮膚科
が適用になってくるので、そういうところで出してもらう薬になるかと思いますけど、私が行った産婦人科では産婦人科でも取り扱ってたので、病院によっては取り扱ってる産婦人科もあるかもしれない。エクラプラスターっていう、あと私は久松製薬ですね。でね、こんなももらってきましたよ。非行性ハンコン、ケロイド、傷跡治療のハンドブック。で、非行性ハンコンっていうのは、私の傷は今、非行性ハンコンなんですけど、その帝王切開に切った傷から外に出ずに、傷のところが赤く盛り上がっている状態が非行性ハンコンね。で、そこから正常な皮膚までに赤いこう膨らみみたいなボコボコしたのが、そこ、手術の後の場所じゃないやんっていうところまで広がってしまっているのがケロイド。これ二つ違うんですね。で、その二つの、これ、まあ、もう本当ひどい人は、この、ステロイド薬を注射で入れたりもするんですけども、この治療の第一選択としては、このテープを貼るっていうのが第一選択になってくるみたいです。で、実際私はそれで本当に今劇的に楽になってて、まあ、1年7ヶ月経ってもね、夜中にね、痒くてですね、私縦切りなんですけど、縦切りのお腹をこう指でこうやってボリ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 書いてしまってね、朝起きたらかさぶたになってて、で余計にそれがまたチクチク痛くてみたいなことがよくあったんですけど、このテープ貼り出してから1週間で本当に見事にかゆみがなくなって、夜中に書くことがなくなって、すごい楽になってます。うん、なのでぜひ帝王切開の傷跡ですごい悩んでいらっしゃる方、諦めないで、こういうの処方してもらったらいいと思います。ぜひやってほしい。12時間ごとに貼り替え、うん、12時間から24時間ごとに貼り替えなので、私はもうマークに毎日お腹見えへんからね、マークに貼ってもらってるんですけど、朝と晩と1日2回貼ってもらってっていうのを今やってます。まあ、めっちゃ楽になってるので、ぜひみんなこういうのやってほしいなと思いますね。はい、もう1時前ですけど、また続ける？どっちでもいい。もうちょっと長すぎる？有益すぎる情報は。ちなみに、気付けや。こんな感じで貼ってます。うん、マークさん、貼ってあげるの優しい、貼るの大好きです。この間貼ってもらったのにね、なんかね、貼ってもらったのにチクチク痛いんですよ。やっぱそんな簡単に効かへんのかな、なんかめっちゃチクチクして痛いわって思って、はあって思って、でもあまりにチクチクするから、見たら、そのテープの、裏の、剥がしたやつ、そのまま紛れ込んで一緒に貼っとって、そらチクチクするわ、みたいな。裏のセロハン、そのままついとった。もう、ちゃんとして、みたいな。やってくれるんやったら、ちゃんとして。お腹綺麗ですね。綺麗じゃないですよ。もう、12回産んだお腹ですよ。もう、いつの妊娠線やね、みたいな、いっぱいあって。でも、それもね、もう私のこれ証じゃないですか。12人産んできた、すっげえ素敵なお腹なんですよ。もうこのたるんだお腹が、もうおへその周りとかほんまにね、こうシュンってしてたのが、おへそを中心にして全部こう富士山みたいに、カレーパンマンみたいになってますからね、こうシュンって。こればっかりはほんまに。いいですね。うん、はい。さあ、もうそろそろ終わりましょうか。うん、もうご飯、じゃあご飯やって、私も昼からはあれなんですよ、助産院バーバーのウェブ相談が始まるんで。はい、じゃあすいません、もうだら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 喋りましたけど、おめで、今日は私のストレス発散に皆さん付き合ってもらったっていう、もうありがとうございました。もうありがとうございます。あと1週間ぐらい隔離生活頑張りたいと思います。でもストレス溜まってるんで、もう来週月曜日もライブしますんで、はい、よろしくお願いします。6月13日月曜日10時半から11時半で終わるんかな、11時半で11時半かっこ12時ぐらいまで。はい、いつも通りのね、ライブなので、皆さんの質問にどんどんお答えしていきますので、またコメントたくさんねくださったらいいかなというふうに思います。6月13日月曜日10時半から11時半に
次回ライブ、あさってですね、月曜日行いたいと思います。また私のストレス発散に付き合っていただけたら光栄でございます。さあ、じゃあ、お昼ご飯おじやを作っていきたいと思います。じゃあ、今日ありがとうございました。またねー。はい、バイバーイ。ありがとう。みんなコロナ気つけてねー。